セカンドサニータの達也とゆうきでーす。オープニング最近ね、なんかちょっとなんか様子が欲しいわ。これあなたが全部崩すんだけど、オープニング大体あなたから始まって、あなたがなんかいろいろやるじゃんということでですね、食レポなんだよ。体の僕らが食べてやっていこうかなと思うんですけど、でも実際なんか珍しいのがあって、ちょっと食べてみたいなってのがあったから紹介したいと思うんですけど、ポテトチップスの今回はですね、こちらになります。ふな寿司味ですね。ポテトチップス、ふなの味。今から見てくれてる人なの分かるのかな。僕は初めて聞いたことあるけど初めて食べます。衝撃のギャップ。ふな寿司好きにもちょっと苦手派にも全ていただきたい美味しさってことは、多分苦手な人がいるってことだよね。ふな寿司ってなんかもともと臭いらしい、ちょっと匂いがあるものらしいの。みんなさっき調べちゃった達也、ふな寿司について。開けていきましょうか。なんか匂いは酢っぽい。ビネガーのポテトチップスっぽい。なんかスーパームッチョみたいな。うん、スーパームッチョっていうかビネガーっぽい。臭い感じ全然ない。いただきまーす。美味しいよ。何の味なんだろう。うん、おいしい。スーパームーチョの中になんかちょっとなんかの味が隠れてるよね。ベースは普通にスーパームーチョで、なんか臭い感じも全くないよ。めっちゃ美味しいじゃん。え、めっちゃ美味しいじゃん。うまいわ。めっちゃ美味しい。さて、ここから達也は何を食べきれるでしょうか。よいしょと。音がすげえ。うん、食べてほしい、これ。実際のふな寿司を食べてみた。あ、汚な実際のふな寿司食べてみたくない？実際のふな寿司だと臭いのかな。普通の臭さ一切なし。だったらお父さんのさ、臭い足の匂いかと思ったんだよ。そんなポテトチップス嫌じゃない？それ食べちゃってるわ。ふなっていう魚ってこと？ふなっていう魚がいるの？君どうしたの？暴飲暴食、ストレス溜まってんの？なんかっていうか、達也なんか前髪がなんか今日なんかおかしいな。完食です。めっちゃ美味しかった。普通に美味しかった。なんで皆さんも一遍食べてみてやー。これがふな寿司らしい。臭くもないし、お魚感もなかったし、ただなんかちょっと酸味がある程度ぐらいだったっていう。噂、最近これを使おうと思ってて、今のは噂じゃないけどね、もう自分が一回食べたんだから噂ではないよね。自慢だって噂のセクシーボーイ。初のですね、商品紹介になりますですけどもね、やっぱね、達也たちが美味しいもの食べても多分つまんないのよ。美味しそうだなと思ったりとか、買ってみたいなとか思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、1ベル、コメント欄ですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、セカンドストリートの達也とゆうきでした。これ大丈夫？